ご紹介に預かりました。庄野と言います。多分皆さん高校1年生から3年生と聞いているのでですね、電通大に入ろうとか思う人とか、まあ、大学ってどんなところだろうという思う人まで結構たくさん範囲がいると思うのでですね、それってターゲットを決めるのは割と難しかったんですけれどもですね、画像というのが一体我々がどう大学で扱っているのかみたいなことをですね、お話ししましょうということで、今日は40分、短い時間ですけれども、よろしくお願いします。基本的には、そこの手元にあるスライドに大体のことが書いてあります。で、大体のことというのはですね、自己紹介とかですね、見せたらまずいってわけじゃないんですけれども、あんまり持って帰ってほしくない情報とかは一応、引っこ抜いてあります。で、こういうのを始めるときには大体自己紹介から始めるんですけれども、私自身はですね、実は電通大とは縁もゆかりもないような人間でして、出身仙台なんですけれども、大学の時から大阪行ってですね、いろいろに日本全国転々として2008年から大学、この大学に来てですね、ずっとやってきたことっていうのはですね、デジタルの画像処理とか、今流行っている人工知能とかいうやつとかに興味があってですね、ずっと研究しているという話になっています。で、大学の講義だと、高校1年生ぐらいだとですね、やっぱりちょっと難しいかなと思うかもしれませんけれども、分かんない時はですね、怖がらずにメールを出してみてください。それなりに多分答えるかとは思います。で、ちょっと聞きたいんですけれども、高校1年生っていう人はどのくらいいるの？結構いる。何がやりたくて来たのかなっていう話で、大学ってどんなところかなみたいなのが多分あると思うんですよ。で、楽しく授業をやるみたいな話でですね、皆さんが今やっていることをどういうふうに使うかという話です。で、高校2年、高校3年生になるとですね、受験勉強やらなきゃいけないなとか、よくわかんないけど教科書には練習問題が解ければいいやみたいな話をやるんですけれどもですね、それではいかんと。勉強というのはそもそも本来楽しくやるものであるという話があってですね、鹿児島県の、これ資料から抜いてありますけれども、三角関数、こっちのちょっとあれ見てくださいね。資料にはないので、某8月28日ですか、先月ですか、タイムリーだったのでちょっと引っこ抜いてきたんですけれども、三角関数っていうのをですね、高校生になるとやらされるわけです。高校2年生、3年生の子はもうやっているはずですよね。で、2年生は多分これからかなという話で、悪名高いというかですね、この人鹿児島県知事なんですけれども、女子学生にコサインとか教えて何の役に立つんだという、これ失言なんですけれども、そういうこと言っちゃったわけですよ。で、それ言ったこと自身は別に僕は非難もあれなあのそういうこうどうこういう立場にはないので、あれなあの何も言わないんですけれども、これが示唆していることはですね、何を言ってるかというとですね、一般の人は三角関数なんか役に立たないと思ってるわけですよ。これが言ってることは。要は、県知事くらいっていうと、ある程度こう、知識階級もあってですね、それなりに人の上にリーダーとなってこうやってるという人が何になると言っちゃったわけです。っていうくらい役に立つと思われてないわけですよ、一般の人には。で、情報学の教員とかですね、必死になってこう役に立ちますよみたいなことやるんですけれども、じゃあどう役に立っているのかということを明確に説明しなさいということをですね、ミッションとして言われていたのでですね、とりあえず三角関数とは一体何かということから始めて、情報学の中でどう使われているかということをやっていきましょうという話です。で、高校3年生の方は多分復習になると思いますけれども、1年生の子はですね、前回やった時にですね、まだ全然やってませんとか言ってですね、ちょっと軽くショックを覚えてしまったんですけれども、すいません、予習だったらごめんなさいということです。で、三角関数って何っていう話なんですけれども、やりたいことは、三角形っていうのは3つの辺からなりますよねっていうことは小学校の時に教わるわけです。良いですか？で、3つの辺があってですね、その中でもいろんな三角形ありうるのでですね、とりあえず直角三角形に限定しましょうということを考えます。直角三角形だとどっか1個の角がですね90度になっているので、90の場合こういう四角を置くんですけれども、こんなふうに置いてですね、こういうふうに置くことができると。
そうすると残りの角度は、まあ、3つ足すと180度になるって話なので、これとこれを足したら180度になるんですけれども、ここの角度をいろいろ取ることによって形をいろいろ変えることができるわけです。でそうした時にですね、三角関数って一体何かっていうとですね、こういう直角三角形があった時にそれぞれ、まあ、あの古代からこう名前がついてて、こう斜辺と底辺と何だったっけ、名前忘れちゃった、オポジットサイドっていう名前で呼ばれるんですけど、ちょっと日本語名忘れちゃいましたけれども、底辺と斜辺と何だったかな、ちょっとよく覚えてないんですけれども、それぞれ、まあ、ABH っていう名前をつけるわけです。で、基本的にやりたいことは何かっていうと、実は角度1個を決めると比が決まると。比っていうのは何かというと、この斜辺と底辺の比とか、斜辺とこの高さの比とかがですね、全部決まりますよという話になってます。いいですか、そんな難しいこと言ってませんよ。それで斜辺と底辺の比をコサインと呼ぶわけです。名前なのでですね、まあ、何と呼んでも、あとか B と E とか呼んでもいいんですけれども、これは昔から、予言とかいう名前で呼ばれていてですね、この角度を決めた時に斜辺とここの底辺の比を考えると、まあ、この比は H 分の B っていうので、まあ、なんかこんな記号で表されますよと。でサインっていうのはこれ分のこれで、どう覚えるかというとですね、高校の時にどう覚えさせられたかというと、コサインっていうのはこの大文字が、青文字っていうか始まりの字が C で始まるので、ここをこれをなんかアルファベットだと思うと、こういうふうになぞると C に見えますよね。こういう筆記体の C に見えますよね。だから斜辺分の底辺でコサインっていうふうに覚えさせられて、 H 分の B っていうふうに覚えさせられるわけです。でサインっていうのは、ここの始まりの文字が S なのでですね、どう覚えるかっていうと、筆記体の S っていうのをどう書くかっていうと、こう書きますよね。C コサインの場合はこれは C でこのままなんですけれども、サインの場合は筆記体で書くとこう書きますよね。斜めに上がってこう下がると。でこの三角形を見てた時にですね、斜めに上がって下がるからこれ分のこれというふうに、まあなんか覚えさせるわけです。だから直角三角形のこの形だけ覚えておいて、何分の何だったかなということが忘れたらですね、まあこういうふうに覚えなさいということでですね、高校の時に教わるわけです。少なくとも僕は予備校でこれ教わりました。でですね、まあちょっと練習してみましょうという話です。じゃあ、まあ直角三角形こう角度を取るとですね、いろいろ、まあ取り方ができるわけです。ちょっと45の位置が悪かったですね。45の位置もうちょっとこっちなんですけれども、ここ30度で取った場合、45度で取った場合、60度で取った場合って書くとですね、これはディスプレイがですね、なんか縦長なので、これ多分目の錯覚でこれ異様に縦長に見えますけれども、これ本当に90度回転させたらこうなります。で、まあそれはそれで置いとくとして、30度の場合はサインはどうなるのっていくと、斜辺は長さ2で高さ1ですよね。直角三角形っていうのを、どう書くかっていうのはいろいろあるんですけれども、例えばその一番左の三角形は正三角形を書いてあげると、ここが60度で、ここが60度で、ここが60度なんですよね。でこれをここでペペ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 って2つに切って、ここ90度だと思うと、その左、一番左下の三角形ができます。そうするとここの長さを1とすると、こっちの長さも1になって、ここの長さが2になります。であとは 3平方の定理というのは多分あって、ここの長さが大体ルート3ですよねって、まあ、こんなことになっているので、まあ、こんな比率になっているわけです。でそうするとサインっていうのは一体何か、サイン30度っていうのは何かっていうと、大体長さ2に対してここ1になるのでですね、2分の1ですねっていう話になります。じゃあコサインはって引くと、これいくらになる、ここピーって引いて、こういくらになりますか、こうクエスチョンが書いてあるところは埋めてみてください、自分で。まああんまり時間もないのでですね、ここ本当は時間を取ってなんかこう当ててって答えさせたいんですけれども、だからここの長、ここは、コサインは、あ、サインか、サインは2分の1です。こう言ってこうだから、でコサインはどう書くかというと、こう言ってこうだから2分のルート3なので、ここが2分のルート3です。無理に小数点とか求める必要ありません。じゃあ45度の場合はと聞くと、サインは
ルート2、この、1対1対ルート2のこういう三角形なのでですね、ルート2上がって1下がるとかですね、ここいくらになるかっていうと、ルート2で1だから、これルート2分の1、ルート2分の1になります、両方とも。で、60度の場合どうなるのって聞くと、コサインは、あれ、なんか思いっきり間違えてない？コサインは2分の1ですね。ごめん、ここ2分の1で、こっちが2分のルート3って書かなきゃいけなかったのに、なんか間違えてますね。ごめんなさい。思いっきりなんか恥ずかしいことやってますけど、昨日スライド作り直してたらこんなことになってました。はい。で、今日はタンジェントは関係ないので、とりあえず抜いときます。ごめんなさいね、全部クエスチョンにしようかと思ったけど、全部クエスチョンにするとヒントがなくなるからやめようと思って、なんか入れたら自分で間違えてました。はい、いい？そこまで。三角形が、直角三角形を書いてあげて、直角三角形の辺の比を取ったものが三角関数であると。で、何の関数かっていうと、こういうふうに三角形を置いて、左側のこの角度を見た時に、この比が一体どうなってるかという、これだけです、関係としては。じゃあこれ一体何の役に立ってんのという話です。実はこの関係というのはですね、人類が割とこう算数というか数を手に入れた頃から、要は古代ギリシャっていうのを習うよね、君ら。ギリシャ文明とかで習うわけですよね。あの頃から存在します、これ。この関係って。で、何の役に立つのっていうと、一番スタンダードな使い方はですね、測量です。昔も今もですね、一番重要なことは自分の財産を一体どう守るかっていう話で、財産というのはですね、過去には土地だったわけです。で、土地の測量の仕方っていうのがあって、土地の面積は一体どのくらいになるのかっていうことをですね、測らないといけないっていうのがあってですね、まあ、それもそこまでなんか目盛りを持っててピーって測るのは測れればいいんですけれども、測れない場合もあるわけですよ。で、例えばどういう時に測れないかというと、危険な断崖絶壁を登らなければいけないとかですね、例えばこの木の高さを求めたいという問題があった時に、この木の高さが一体どのくらいになるのかなということを求めてくださいということを、まあ、高校の問題とかで出るわけですね、文章題とかで。こうなんかピーってここの高さを求めてくださいと。で、一番いいのは、確実なのは、この木の高さにピーって登ってって、ここからなんか紐を垂らして紐の長さを測るのが一番確実です。でも、ここまで行くの大変だよねっていう話なので、なるべくこう手間暇かけずに測りたいという話をするわけです。で、こんな図を書くわけですよ。木までの距離は、ここはまあ地面だから、地べただから、こうテケテケテケってやったら測れると、10メートル。で、自分の高さは160センチだから、だいたい 1.6 メートルであると。で、ここを、木のてっぺんを実は見上げたら、ここを見上げたらだいたい30度ありましたと。こうなった時に、この木の高さ求まりますかという、そういうことを言われるわけです。で、こう、まあ、こうあんまりグッと睨む必要ないんですけど、まあ、グッと睨むとですね、まあ、こんな直角三角形になってるわけですよね。で、そうすると、ここの長さとここの長さの比みたいなものが多分出れば、基本的にはこの高さって分かるよねっていう話になるわけです。で、まあ、ここにちょうど書いてあるんですけど、この三角形ですね。で、まあ、真面目に解くとですね、こうあって、ここが30度の高さで、ここが 1.6 メートルです。で、ここが10メートル。で、ここは、1.6 メートルで測ったら 1.6 メートルです。で、木の高さが、問題設定はここを足したら、木の高さになるようにしてあるので、ここの高さが、まあ、H という名前でおいて、こんな形になってるわけですよね。そうすると、まあ、なんかこの斜辺を使って、まあ、斜辺を H ってさっき置いたから、こっち側を H としよう。で、ここの長さを X としましょうと。そうすると、ここの部分っていうのは X-1.6 だよね。高さ 1.6 メートルなのだから、ここを全部を木の高さのうちの 1.6 メートル引っこ抜いたら、この三角形のここの底辺になるわけですよね。底辺というか高さか。で、長さがこう10メートルあります。そうすると、コサイン30度イコール何かというと、H 分の、コサインなので10メートル、サインの30度イコール、これは、H 分の、なんだ、
ここの長さだから x-1.6 とかいうこんなことになるわけです。で三角形の比なのでですね、実はこれは、答えはですね、まあ、求まるので、ここが30度であればこれ分のこれっていうのは、ここの長さが2に対してここがルート3なので2分のルート3ここは2分の1になると。で、まあ、あとはこれゴニョゴニョっと計算するとですね、実はちゃんと答えが出てきて、実は辺辺を割り算するとですね、辺辺を割り算すると10これをこれで割ると x-1.6 っていうのが出てきて、上がルート3になって2分の1の2分の1が整数整数されするからこんな感じになってきてですね、 x っていうのを求めるとどうなるんだ、ルート3分の1の10の、足す 1.6 かな、多分こんなのがなんか高さになるよねって、まあ、こんな風に習うわけです。まあ、これが基本的なスタンダードの使い方です、三角関数の。まあ、三角定規と同じものがまあなんか置いてあるので比率で何か測ったら何か答え出るよねっていう話です。いいですね。でこれは基本的な使い方なんですけれども、まあ木の高さだから何か登ったらいけるじゃんっていう話が出るわけなんですけれども、これもうちょっとね話が壮大になるとですね、行くことができないところも測れるようになるんですよ。でどういうところかっていうとですね、すごく遠い天体の距離を測りたいみたいなことをするときに実はこれが、使えます。でどうやるかっていうとですね、天文学とかで習ってる、天文学じゃない地学理科にこの惑星の光点、地球の光点とかいうのを習うので、まあ基本的にはさっきと同じです。光点っていう こう太陽の周り、正確にはこれ楕円軌道回ってるからこう書くと嘘なんだけれども、この周りをぐる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 回ってて、太陽と地球の距離をだいたい1天文単位というふうな名前で呼ぶんだけど、距離です。で距離なんで、何が測れるかっていうとですね、夏にここの天体を見た時の角度と冬に天体の角度を見た時が一番この間の距離が離れるので、ここの距離でをなるべく離れたところでこう測ってあげて、直角三角形2個をですねペッペッってこう割り当てるわけですよ。あ、消したよいしょ、よいしょ、直角三角形2個をですねこういうふうに割り当ててあげるとですね、この角度が実は分かってあげるとですね、この天体の距離までが実は測ることができるという、まあこういうなんかロマンあふれる話になる、することができるわけです。でこれだけでも三角関数ってね、まあそれなりに役に立っているということが分かるんですけれども、まあここまでが非常にスタンダードな使い方です。で、じゃあ情報の人たちにとってこういうのは役に立って、まあ役に立っているといえば立っているんだけれども、まあ、もうちょっと拡張してみましょうというのがですね、情報とか数理がやっている人たちの話になります。でこれまあ関数としてまあグラフにしてみるわけですよ。でグラフにするとですね、さっきのサインっていうのが30度の時に大体2分の1にとって、90度の時には実は、1になるんですけれども、30度っていうのが2分の1になって60度の時が2分のルート3になります。でこれをなんかこうグニュグニュグニュってやってると、まあ90度ぐらいで大体終わるんですけれども、実はコサインとサインの関係っていうのはですね、こういう直角三角形を考えましょうと言った時に、ここの長さは比ここの長さとここの三角形の長さは比率なので、ここの長さを直径1に全部固定しちゃうわけです。固定しといてあげて、紐の長さを1に固定しといてあげると、これを自由に動かしてくださいって言うとちょうど円が描けるわけですね。コンパスと一緒です。ここの中心を決めておいて、この長さを決めたところに、自由にこの角度を取って動かしてくださいって言うと、実はこれは三角関数っていうのはこの円周運動をぐるぐるするところの X 座標が1対ここの値がコサインシータになって、 Y 座標がサインシータの値になります。でまあ、だからあとはこれをどう変わるかということをグリ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 ってやってた時にですね、0度の時は、この角度がですね0なので、ここにちょうどいます。ここの時は Y 座標の値は0なので0、 X 座標の値は1なので1から始まります、コサインは。でこうちょこっと上がってくる と、コサインがちょっと下がってくるのでこっちから下がってきて、サインの値は Y 座標なのでこう上に上っていくのでちょっと上に上がってきます。90度を向くとこの丸はここに来ます。ここに来るのでですね、コサインの値は0になります。ここですね、0になって、90度の上にちょうど1になります。で
三角形で定義するとですね、ここまでじゃ測れないんですけれども、この円周上の動きというやつで測ってあげると、こうぐる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 っていうふうに回転させることができるのですね、シータをいろんな角度で回転させてあげるとですね、コサインっていうのは、この第1第2象限第2象限第2象限に行くとですね、マイナスの値になります。でサインの値はここでまた下がってきてですね、こういうふうな波っていうものになります。でこれは物理でいうところの波と全く一緒、コサインとかサインとかで、まあ、波を表しましょうねっていう話だと、音とかがこんなので表せますよねということでやるのと一緒です。でコサインシー、サインシータのグラフって、だからこう1回上がって下がってもう1回上がるみたいな話だし、コサインっていうのは1から始まって下がってまた上がるみたいな、こんな話になります。で波っていうのは面白い性質を持っててですね、こうぐるっと回って1回回ってくるのを1周期にするんですけれども、ここの動くスピードをですね2倍にしましょうということをすると、実は1回上がってこの波、これがぐるっと2回回ることになるのでですね、2倍周期にすると、倍速にするとですね、こう1回上がって下がってもう1回上がって下がってこう 2倍周期になります。で同じようにですね、ぐり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 ってやっていくとですね、どんなにも細かくすることができるわけです。10倍周期にすると、まあなんかこんな風な話になりますよって話で、グラフ書くとこんなになりますと言ってですね、まあグラフ書いて楽しい人はそれでいいです。何の役に立つんだというふうに、まあ思うわけですよ。でまあ物理とかやるとですね、これ周波数とか名前になります。で周波数って何かっていうと、1単位の中に波が何個含まれてますかっていう話で、この場合は1回上がってもう1回上がるから、これ2個含まれてます。でこれ数えるのめんどくさいんですけれども、1回上がってさ、こういうのが10個多分入ってるはずなんですよ。でこの波の数のことを周波数と呼びましょうと。だ要は単位の長さのあたりに何個波が入っているかということで、まあ、周波数という名前でつけるわけです。で、まあちょっとかっこよくすると、まあ、K シータとかいう名前で呼んでですね、波の個数という話になります。でだから K が大きくなると波がわら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 って言って細かい波が表せるようになるという話なんですね。でまあそこまではグラフのソフトを使えばですね、すぐできます。コサイン10シータ書いてって言ったら書いてくれます、このように。でまあ問題はですね、これ何に使うのって、単に数理学者が楽しんで使ってるだけなんじゃないのって言われれば、それはその通りなんですけれども、これどう使うのっていうとですね、使い道ないじゃんっていう話で、こう数学者が楽しんでるだけなんじゃないのっていう話を言ってた時代がですね、17世紀ぐらいまでかな。でこれの使い道を見出した人はいてですね、波っていうのはですね、実は重ね合わせをするとですね、いろんなグラフを作成することができますよということを発見した人がいるわけです。18世紀かこれが。で例えば y イコール8サイン x 5サイン 2x とか、このいろんな波をさっき見せましたね。サイン x なこう上がって下がってこんな波だし、コサイン 2x な下がって上がって下がって上がってみたいなことだし、サイン 6x だとこう 6回こんな風にゴニョゴニョっていくわけです。でこれにいろんな強さを掛け合わせて足し算するとですね、こんなへんてこりんなグラフができます。でまあそれでもまだ、まあ、波の重ね合わせなんじゃないのっていう話だったんですけれども、じゃあどんなグラフを作成できるのって言った人がいてですね、これフーリエっていうおっさんなんですけれども、実はですね、この人が言ったことはですね、意外とこう意味が深くてですね、どんなグラフでもどんな関数でも三角関数があったら全部表現できますよということを言ったわけです。でまあ物理学者というか数理学者はですね、これは本当にって疑うわけです。例えばですね、 y イコール x 次乗みたいなこういうグラフがあったときにですね、ここがまあ原信号といって y イコール x 次乗という高校の時にグラフ書かされるわけですけれども、原点を対象にして、まあなんかこんなグラフですね。でこれに対してコサインとかサインを重ね合わせたら本当に合成できるのこれがっていう話になるわけです。で、今からこれアニメーションにしますけれども、ここに原信号がありますからこの部分変わりません。でここの部分に、今から重ね合わせる波を出しますよということで、ここに重ね合わせる波の成分が出ます。でこれはどんな強さで重ね合わせますか、この周波数の波、横軸にさっき言った波、こっち行くと細かい波の成分になって、こっち行くと細い波の成分をどのくらいの強さで混ぜ合わせますかということをやって、最終的に足したものがここに出てくると思ってください。そうするとですね、これ足し合わせるとですね、
まあ一番初めは何もないんですけど、サインコサインの成分を足し合わせていくとですね、意外と早い段階でこういうここの部分とこの部分が似せることができます。で、成分強度はですね、割とこう低い緩やかな波だけで表すことができますよと。まあ、Y イコール X 乗は多分できたと。で、疑い深い人はですね、もっとやるわけです。で、まあここら辺もまあできそうな気がするわけなんですけれども、まあこれもっと細かい、もっとヘンテコリなグラフですけれども、まあ、足し合わせるとですね、1回目の波で2回目の波でこうやってここら辺が頑張るんですけれども、ああ頑張るってまあなんかだんだんこうここに似せていくわけです。でまあ割と15成分ぐらいでまあなんか足すことが出てきます。あまりこううっとり見てるとなんか時間がなくなりますけれども、で疑い深い人はですね、もっと変なことをやるわけですよ。 Y イコール X、 これは無理やろうと。でかなり無理なんですけれども、頑張るとですね、できます。で、こんなのがあって、波ですよね。で、波なんですよね。で、ここの部分がゼロにひっついてるんですけれども、まあ、かなり頑張ってこうビーって引き伸ばしてこんな感じになります。30分ぐらいで作ったソフトなので適当に嘘が入ってるかもしれませんけれども、やってることは基本的には、フーレーっていうおっさんが言い出したことをそのままやっててですね、なかなかいろんな成分混ぜていくんだけど、なかなかこうここら辺がきれいにならないのでですね、かなり広いところまでこういきます。驚くべきことにこれ大学3年生で皆さんが苦しむんですよ。これで名前を何て呼ばれるかと。要はやってることはこういうどんな関数でも重ね合わせで計算できますよと言ってて、大学3年生の時にですね、嫌というほどやらされるっていうのがですね、フーリエ級数という名前で呼ばれます。こいつさっき顔を出したおっさんがフーリエっていう人なんですけれども、言ってることはそんなに難しくなくてですね、どんな関数でも適当に波重ね合わせたら表現することができますよという話で、波の重ね合わせのこの強度をコントロールすることでどんなものでも表現できますという話になってます。さあ大変だ、30分ぐらい経ってしまった。で、じゃあこの A とか B とか強度をどう求めるのっていう話は、ここはですね、ここはですね、かなりのさすがに1500年間ぐらいこうほったらかしにされてきた問題なのでですね、難しいんです。この部分は数学が発展するまで出なかったんですけれども、まあ、いろんなことに使えるようにするためにですね、ここら辺の積分の概念とかいろいろこう駆使してですね、やっと出るようになります。でも計算機皆さん持ってる人たちはですね、これ簡単にできますソフトウェアに FFT とかいうのがある場合はですね、1行で基本的には全部できます。配列を FFT っていうのにピッて与えるとですね、ポコンと答えが出てきます。こいつじゃあまあ分解できるだけじゃんと思うでしょ。何の役に立つのって、皆さん携帯とかで音楽聴きますよね。で、重低音が好きな人は低音をこう強調するとかやってますよね。声をちゃんと聞きたい人はこう真ん中ぐらいピーッと上げる、あれイコライザーっていうんですけれども、あれとかに使えます。実は例えばこういう波の成分を、いろいろな波の成分をですね、コサインとかサインの周波数に分解しておいて、周波数ごとに強さをこうやって調整してあげるとですね、低音部をなんかこう強調したりですね、この人の声だけ聞きたいっていった場合は声だけをこう強調させることができます。で、まあ、本当はデモやればいいんですけれども、残念ながらそれほどの時間もないので、画像の話をしないといけないので、でじゃあ画像の場合は何ができるのって聞くとですね、いろんな画像のエフェクトを出すことができます。実はこれ昨日なんかウェブサーフしててですね、見つけたんですけど、例えばこんなおじいちゃんの画像があった時にですね、まあ、あんまりわからないかもしれないんですけれども、これ高周波画像のこの細かい波の成分をですね、強調してあげるとですね、実はこういうシワシワとかをすごい強調して出すことができるようになります。こういうだからビジュアルエフェクトとかそういうことができるようになりますよというのがフーリエ表現のを使う、まあ、理由だったりします。いいですか。で、まあこんなことができるよという話で、最後、まあ本当にっていう話をまあやんなきゃいけないんですけれども、でデジタル画像っていうのが、多分昨日ですね、うちの嫁はんにですね、デジタル画像の説明せずにこれやるのはまずいという話をされてですね、急遽作ったんですけれども、
デジタル画像っていうのは一体何かっていうとですね、見たことがあると思う人、どんどん拡大していくとですね、この部分、例えばこれレナさんっていう、あんまりウェブで探すとなんか青少年 の教育にあまり良くないようなものが出てくるんですけれども、まあ、レナさんっていう画像があります。標準画像でまあ使われています。で、まあ、綺麗なお姉さんなんですけれども、このお姉さんの画像をどんどん拡大していくと、これ 512×512 ピクセルあるんですけれども、どんどん拡大していくとですね、どんどんこう四角いものがガガガガって見えてくるようになります。でさらに拡大していくと、まあここの部分は本当に拡大したものじゃないんですけれども、まあこんなものになります。つまりデジタル画像って何かっていうと、色のついた四角がいっぱいこう二次元平面上に並んで色をこうチクチクやってるのでですね、まあなんかこんな風に見えると、そういうものですと。で一個一個のそのこの点のことを画素とかピクセルとかの名前で呼ぶんですけれども、ですね、この画素一個一個にですね、色をつけることで画像を表現しましょうというのがデジタル画像です。いいですか。皆さんの iPhone とか Android とかに入ってます。カメラ撮ったら撮れるので。でこの画像を表すのにどのくらいの情報が必要かという話で、皆さんの iPhoneかどうか知りません。512×512 っていうのを真面目に計算するとですね、だいたい 262,144 って出てきます。これだいたい26万画素という計算になります。要は点がいくつあるかということを計算するのが画素数なので、この画像っていうのは26万画素はあるんですけれどもですね、この 1個1個の画素に256色っていう色を割り当てないといけないのでですね、256色っていう色を割り当てるために必要な情報っていうのは、君ら情報ってやるの？高1でバイトとかビットとかって習う？なんとなく。で、バイトとかって何かって情報量っていう単位なんですけれども、要は256通りあるやつを1個に、なんかこの中の256までの数値を表したければ1バイトっていう情報が必要ですよというふうに多分習うと思うんですけれども、要は1個1個のピクセルに1バイト貼り付いているので、これ真面目に計算すると 256KB という数値が必要になります。で Mac とかですね、 Windows とかでファイルのサイズというのを見るとですね、これ実はレナさんの画像見ると本当は 256KB 必要なのに 151KB で済んでいると、まあ割と不思議な話が起こるわけです。で実際のファイルサイズはですね 58% ぐらいで表せるわけです。じゃあどこまで小さくできるのっていう話をするわけです。これ区別つく、左と右、皆さんの多分スライド下で見た方が多分これで見るよりもまだマシなんだけれども、左はこれ 11KB まで圧縮しました。右は 58% の100、割と原画に近い方です。これ区別つきますか。多分これだと区別つかないので、拡大しないと区別できないんですけれども、拡大してもこのスライドだと実はあんまりちゃんと区別できないんだけれども、目のあたりを拡大するとですね、こうなんかこうここら辺になんか乱れみたいなのがあるわけですけれども、全体として見たらですね、それほど乱れはないわけです。でじゃあなんでこうで驚異的なのは数字で、もともと 256KB 必要なのに 11KB で済んでるんですよ。つまり全体画像っていうのは実はなんか、ちっちゃくすると 4% ぐらいの容量で表せますよということを言ってるわけです。これでなんでこんなにできるのっていう話がまあ問題になってて、これ JPEG 圧縮とかいう名前で呼ばれるんですけれども、これ何をするかというとですね、画像に含まれにくい、一般の画像に含まれにくい成分をカットすると。で一般の画像って何かというとこういう画像です。一般じゃない画像ってどういうのかっていうと、こういうふうになんかグニャ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 っていうか、なんかノイズ画像って言われてるものですけれども、これこっちが一般じゃない、まあ普段見ないですよね、こんな画像。作り出すことはできるんですけれども、自然界にはあんまり存在しないような画像です。でこっちみたいな成分に含まれない成分を使って表すというのが、まあ画像の表現で、さっきのフーリエ級数が実は関係しています。でさっきは1次元なのでこういうコサインとかサインとかいうのが出てきたんですけれども、2次元の場合どう扱えばいいのっていうと、これを2次元に拡張すればいいので、この形を保ったまま、今軸は2個あるので X 軸と Y 軸、さっきは X 軸しかなかったんだけど X 軸と Y 軸があって、この上に色が貼り付いているので、色が値だと思ったら、まあ、なんかこういうふうなサインの場合はなんかこんなふうな画像になるわけですよね。これがサイン画像と言われているものになります。で真上から見ると
大きくなってちっちゃくなってみたいな話で、断面を見るとこの部分がちゃんとサインになっているので、まあ、サイン画像という名前で呼ばれます。でそうするとですね、さっきのサイン関数とかいうのがどのくらい作れるのかというと、いっぱい作れます。コサインとかサインとかいうのを混ぜ合わせるとですね、こんなしましま模様がいっぱいできて、こんなしましま模様で画像を表現しましょうということをするわけです。でするんですけれども、あ、これだとやっぱり見えないか、するんですけれどもですね、今こっち側に画像の横軸の周波数で、こっち側に縦軸の周波数を、まあ、こういうふうに並べたものです。つまりここの部分がすごい粗い波で、ちょっと横にずれていくとだんだん細かい波になっていくというものだと思ってください。でその部分の強さを色で表した、例えば赤い色が一番強くて青い色が一番弱いんですけれども、見るとほとんどゼロなんですよね。で、あるのはここら辺の原点の付近にあって、真ん中がちょっとずれたところにあるこんな粗い波とかですね、細かい波になるともうほとんど入っていないとかいう、こんな感じになります。で斜めの波とかはまあここら辺で表されますよという形になります。そうするとほとんどいらないんですよ、情報としては。画像に含まれている情報っていうのはほとんど実はこの原点付近のこの粗い波だけで表されるので、基本的にこの部分だけ渡してやればいいじゃんっていうのが考え方です。でこのレナさん画像だけなの、つまりここのさ、後で出てきますけど、この中この低周波と言われているの、要は粗い波の成分だけで表現してやればですね、画像っていうのを大体表せますと。じゃあこの画像だけなのかっていうとですね、実はそんなこともなくてですね、見づらいかもしれないですけど、こんなバーバラさんっていう絵なんですけど、こんな絵とか船とかの絵とかアニメ絵でもですね、基本的にはすごいスカスカな、あの画像、あのスカスカな信号成分だけで表せて、原点付近の粗い波で表せます。で表せないのはこういうなんかこんなグニャ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 っていうなんかヘンテゴリな画像を貼り付けたようなものです。で疑い深い人はですね、本当にっていうのでですね、頑張ってこうデモとかを作ってくるわけです。デモを作るとですね、これ時間かかるのであんまりやりたくないんですけど、波を重ね合わせたものがこっちです。これが最高性画像で、これにいれば大正解で、これはどの信号を使っているかということを、今さっきひし形で表したようなところがあると思いますが、どこの信号を通すようにしているかっていう話で、だんだんとこれ出てきます。でここになんか再現している波の成分をこうアニメーションで書いてますけれども、まあ、重ね合わせていくとですね、だんだん出てきます。だんだん出てきましたね、波が細かくなってきたら。デモが後で見たい人はビデオは送れますので、言ってくれれば、まあ、あれします、これは考えますけれども、まあ、こんな形です。ソフトウェアも別にこれ30分ぐらいで書いたものなので別に欲しいといえばあげられますけれども、まあここら辺までやると、まあなんかかなり画像がまあ見えてくるわけです。なんとなく人の形が分かると。でもこれだとまだ使えないですよね。こんな画像を上げたら多分 おじいちゃんとかの顔を撮ってこんな画像を上げたらすごい怒られちゃうわけですよ。でどうするかというとですね、ここまでが90年代にあった話で、その後ですね、じゃあ実際の画像どうしましょうかという話をした時に、なんかぼやぼやんとした画像になるのはですね、波の細かい成分があるのもあるんですけれども、全体画像全体が大きすぎるのがよろしくないという話なので、もうちょっと細かいブロックに分割して、ブロックの中をさっきみたいな離散コサイン変換で送ってあげましょうと言っていうことをするわけです。でそうしたものデモがこっちになります。これが原画像で、これがよく分からなくなるので、この部分を拡大したもの、目のあたりを拡大したものです。で波成分が後でここに出てきます。 で今度は、ごめんなさい、 8×8 の16×16 に分割しているので、どこの成分を送るかというのがもうちょっと粗くなります。でこっちに再構成画像が出てきます。でこれはやっぱり同じように目の部分を拡大したものがここに出てきます。で割と早い段階でもう答えが見えちゃいます。この段階でもほとんどあんまり差異がなくなってきます。でまだここら辺拡大図を見ると、まあ、なんかまだ汚いなって話になるんですけれども、全体の大体大きく見えますけど、大体これ 20% ぐらいです、渡しているのが。ここら辺まで来るともうかなり再現できてますよね、きちんと。でこっち側に来るともうほとんど、まあ、この北だともう区別がつかないよという話になります。はい。
でこれが JPEG とか言われているものの画像の圧縮方式です。要は青い部分じゃなくて赤い部分の信号だけを使って画像を表現しましょうということをやっています。で最後もう時間ないんですけれども、頭の中に実はこれがあるということが分かったのが2000年ぐらいで、さっきの JPEG っていうのはですね、頭の中とかそういうことを一切考えずに数学の数理から作られたものですけれども、実は2000年ぐらいになって、これ2013年の絵ですけれども、実は頭の中の初期視覚野というところにありますよということがだんだん分かってきました。で皆さんの頭の中に脳みそというのは必ず1個あるんですけれども、目から入ってきた信号というのは実際は頭の後頭部に1回行きます。信号としてこれで一番 V1 って書いてるここの部分に信号が流れて、ここで情報処理が始まるんですけれどもですね、この部分は神経と言われているものでできています。で1個1個の神経っていうのはまあ大体脳全体で21億あるんだったかな、確かそのくらいあるので、すいません間違ったら後で訂正しますけれども、まあかなりたくさんの数でできています。で人間の場合の半分が視覚野と言われているものでできているので、まあ、この部分調べやすいので調べられているとですね、ここの後ろの部分、目玉から入ってきた部分の後ろの部分っていうのがさっき言った初期視覚野なんですけれども、この一個一個の細胞っていうのはですね、見えている領域が非常に狭い、つまりブロック化されたものを見えています。でブロック化されているものの中でどういう表現を取り出しているかっていうとですね、実はここに単純型細胞っていうのがあるんですけれども、こうやってコサインとサインみたいな、こういう波みたいな形で表されるようなものでできています。でこれが頭の中の、こういういろんな波みたいな成分、ここ、コサインとかサイン、これが、サイン型で、サイン負になってプラスになって負になるみたいなんだと、これコサインになるんですけれども、まあ、いろんな角度のコサインみたいなものの表現での細胞がこの中に実は入っているということが分かっています。つまりこれがやっていることは何かっていうと、工学的に言えば JPEG とかやっていることになります。で、まあ、こういうことがですね、まあ、2000年代に入ってきてから、まあ、分かるようになってきたのでですね、まあ、三角関数というのはですね、頭の中にも実はちゃんとあるという話で、一番初めにですね、役に立ってないんじゃないかという質問には当たらないわけです。意識して使ってないだけなんです。なのでですね、三角関数というのはですね、こういろんなところで実は役に立っているよという話です。直接は見えないところで役に立っているというのは、まあ、計測は普通に使うのであれ出てきますけれども、実のところを言うとですね、情報、皆さんが使っている音楽とか画像とかいうのはですね、三角関数の分解がなければこれほど、発展はしなかったわけです。例えば YouTube とかで投稿した画像を見るわけですよね。あれの中に使われてます。さっきの JPEG みたいなものがもろに使われてます。多分でもあまり意識して使われてないと思います。それは見えないように我々がこう頑張って隠してるからなんですけれども、そんなの見えてもだって、どうこう変換することは大変なのでですね、そうなんですけれども、実は皆さんの生活の中に支えるインフラストラクチャーとして、数理的なインフラストラクチャーとしてですね、存在します。そして皆さんの頭の中にも実は存在しますというのが、この講義のメッセージになりますという話で、まあ、ちょっと時間オーバーしましたけれども、大体こんな形で、終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。